いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は屋内消火栓設備についてご説明していきます。屋内消火栓はですね、消火器等による初期消火に失敗したときに、次の手段としてですね、選択肢として用いられる消火設備でですね、加圧送水装置、ポンプなんですが、これからですね、強力に水源からの水をですね、押し出して、筒先まで送ってですね、放水する、そういったですね、消火設備になるんですが、スプリンクラーと違ってですね、スプリンクラーの場合には配管内の減圧を捉えてですね、ある一定圧まで下がった時にポンプがですね、遠隔で自動起動して強力に水を押し出すんですが、屋内消火栓の場合には手動じゃないとですね、ポンプを遠隔起動させることができないので、実際ですね、使用するときには、消火ポンプをですね、遠隔起動させるかどうさせれるかどうかっていうのが、最大のポイントになってきます。何個かですね、その手動でですね、ポンプを遠隔起動させる、装置を、準備してるんですが、代表的なのは発信機ですね。この発信機、自動化装置のですね、これを押すと全館にですね、音響が鳴動するのプラス、消火栓もですね、遠隔起動して、強力に水を押し出せるようになる。ですから近くにある表示灯が点滅、フリッカー状態になったりしてですね、ポンプが回ってますよというのを知らせてくれたり、そういったのが一つと、それとあとこちら、これはですね、消火栓始動、押しボタンなんですけれども、これもですね、ついているところがあって、こういった形になってですね、強く押すことで、これをですね、押し破ってっていうところで信号を送るんですけど、押し破ったっていう前提で、こんな形で押すとですね、ポンプが遠隔起動する。使われるんですが、これ消火栓開閉弁なんですけどね、開閉弁を開ける操作で、電気的なですね、信号が送られてポンプが遠隔起動する。ですから、ここを見てもらったら分かるんですが、オンの時に、信号が行くんですね、起動のですね。ですからこう回すとすぐにオンに行きますね。見てください。こうオンに行った時に、起動信号が行く。で、実際に、元に戻すとオフになりますね。見てください。こうやってオフの方向に行く。回せばオン、戻せばオフの方向に行くっていう形になります。ですから、例えばその起動試験するときも、いちいち回さなくって、オンにすれば回る。オフにもできるっていう形になります。ここに挙げたですね、3つが代表例なんですが、屋内消火栓がある場合には、ポンプはですね、遠隔起動させれるかどうか、もし遠隔起動させれないと強力に水を押し出せないんで、配管内にある水が出てしまえばもうそれで終わりって形になるんですね。ですから、自家砲の発信機や、消火栓始動の専用の押しボタンや、開閉弁、防火対象物に、ある、消火栓、どの方法でポンプを遠隔起動できるのかということは、知っておく必要があります。で、実際に消火栓もですね、ボックス内に使用方法等が書かれてますので、ご確認ください。なおですね、消火ポンプは遠隔起動はできるんですが、停止は直接停止しかできません。なんでかというとですね、火事じゃないところから停止させることは非常にまずいことなんで、
必ず遠隔では起動させることはできても、停止は直接停止になりますので、実際にポンプ室に行って、ポンプの停止ボタンを押してっていうところの作業が必要になります。簡単でしたが、今日はこういったですね、消火栓の指導装置、これを使ってですね、屋内消火栓の消火ポンプの起動方法等についてご説明いたしました。